ランブルフィッシュは、ミクモ・ガクトによる日本のライトノベル、および、それを原作とした、漫画、ラジオドラマ。小説のイラストは、久しおりちまきが担当し、角川スニーカー文庫より刊行された。1990年代初頭、世界に突如 RF と呼ばれる人型陸戦兵器が出現した。この強力な新兵器の開発予算を捻出するために、 各国政府は試作 RF 同士の模擬戦闘を行い、その勝敗を観客にかけさせる RF トーナメントと呼ばれる競技を公認ギャンブルとして認可する。その RF 競技のための技術者を育成する機関として日本にエリタニ陶器技術専門校が設置された。その通称エリ国に通う実習生、志村東子の前に一人の編入生が現れる。 高尾佐樹と名乗るその少年は、試験に受かったのが不思議なくらいの喉素人で、時代遅れの不良で、しかも、手違いで同志のルームメイトになってしまうのであった。声優名は、ラジオドラマ版でのもの。作品世界での戦闘用ロボットの故障。すべて角川スニーカー文庫観光。漫画は、川下博次の作画により、月刊少年エースにて連載され、角川コミックスエースより、 単行本が刊行された。久し寄り地巻と山根君美都氏がデザイン協力を行っている。ラジオドラマは角川サウンドシネマ第9弾として2002年10月8日から同年12月6日まで JFN35 局ネットで放送された。その後、角川サウンドシネマシリーズとして B スタックバップより CD として発売された。ありがとうございます。